では初めに平成29年度の富士市表彰式典における非表彰者の決定についてを発表いたします。富士市長表彰の非表彰者でありますが、教育文化功労といたしまして、富士市文化連盟の副会長等の要職を歴任し、本市の芸術文化の振興に多大な貢献をされました菊池正俊氏、教育文化功労といたしまして富士川町教育長等の要職を歴任し、本市の教育振興に多大な貢献をされました加藤圭一氏、産業功労といたしまして社団法人静岡県建築士会富士支部支部長等の要職を歴任し、本市の建築業界の発展に多大な貢献をされました佐野隆夫氏、スイカ栽培後功労といたしまして富士市消防団長等の要職を歴任し、本市消防の発展に多大な貢献をされた土屋はじめ氏の4人であります。次に富士市教育文化スポーツ奨励賞の非表彰者でありますが、個人といたしまして教育部門青少年教育で活躍されている鈴木節子氏、文化部門音楽で活躍されている倉藤理央氏、スポーツ部門陸上競技で活躍されている水野優斗氏、団体といたしまして文化部門郷土芸能の振興に貢献されている国久保熊野太鼓保存会、スポーツ部門剣道の普及等に貢献されている富士市剣道連盟の3個人2団体であります。次に富士市地域社会貢献者褒章の非表彰者でありますが、コミュニティ活動分野の勝俣義嗣氏、斉藤達美氏、社会福祉活動分野の小出佳代子氏、堀内美智子氏、小泉光恵氏、防災活動分野の渡辺雅子氏、交通安全活動分野の田村俊明氏、福田稔氏の8人であります。いずれの皆様も各分野において功績顕著な方々であり、その功績を称えるとともに富士市発展のためさらなる活躍をしていただけることと期待をしております。